1985年ガリシア自治州議会選挙は1985年11月24日にガリシア自治州で実施された第2回ガリシア自治州議会議員を選出並びに州首相を呼び州政府を選択する選挙である有権者数222万6449人そのうち投票したものが127万7897 危険が948,552、そして、白票8,627であった。結果は、国民連合が比較第一党で勝利、パブロ・ゴンサーレス・マリーニャスを筆頭とする、ガリシア同盟の議員のうち5人が、院内会派混合グループに加わったことによって、引き起こされた、党分裂による、 首相指名投票での危険によって、引き続き国民連合のヘラルド・フェルナンデス・アルボールが、自治州政府首相を務めることとなった。1986年これらの CG 離脱議員たちは、ガリシア民族主義党を決闘した。また、同年国民民主党が、そして翌1987年には自由党が、 院内会派国民グループには留まり続けたものの国民連合からは離脱した。1986年10月自治州政府の副首相書籍ルイス・バレイロは罷免され国民同盟から放築された。そして翌1987年ガリシア同盟に参加することになる自身の党ガリシア民主連合を他の4人の議員と結成した。 7月ガリシア同盟所属の一議員が同党を離党し、国民グループ会派に加入した。この政治勢力図の変化によって、1987年11月に、州首相ヘラルド、フェルナンデス・ワルボールの不信任案が可決され、ガリシア社会党のフェルナンド・ゴンサーレス・ラッシェが、同党の他 CGG、PNG、PSGEG の賛成、BNG の棄権、 反対は AP のみという結果で、州首相に選出された。1988年ガリシア民族主義党とガリシア主義民族主義党は合同し、ガリシア民族主義党イコールガリシア主義党が誕生。2月には国民民主党のリーダーアレハンドロフェルなんですが国民グループ会派を離脱ガリシア同盟に移った。 最終的に1988年から1989年の間にガリシア社会主義者党の2議員とガリシア民族主義党イコールガリシア主義党の2議員が混合グループ会派に移った中 A 議席の内訳は国民同盟が22議席国民民主党が7議席自由党が4議席ガリシア中道が2議席無所属1議席中 B 1981年の選挙では、ガリシア社会主義党とガリシア左翼は、別々に選挙を戦ったことによる。ありがとうございます。